サンドの飯よりスニーカーが好き。どうも、デルピエロ石田です。さあ、今日も始まりました。デルピエロ石田のスニーカーと NBA ということで、やっていきましょう。NBA オールスターも終わってしまってですね。いやー、今年もすごかったですね。個人的にはカリーからの、バウンドパスからのアリープね。アデトクンポに対するアリープダンク。いや、あれはすごかったですね。で、なんか結構、解説の方も、ウォーって言ってましたけど、あれ実は言うとですね、レギュラーシーズンにアイザイ・トーマスからデニス・ロドマンにバウンドパスのアリープやってまして、かなり前に。だから、それの、まあ、オマージュかなと思います。で、さらに言うと、オールスターではなくて、レギュラーシーズンのガチの試合でやってるんで、ちょっとアイザイ・トーマスとデニス・ロドマンの方が1枚上だったのかなと思いますね。で、僕の予想であった、NBA オールスター MVP、ポール・ジョージ。じゃなかったですね、デュラントでしたね。でポール・ジョージも惜しかったですね。スリーポイントを結構決めててもうちょいでしたね。はい、まあこれからね、後半戦になってですね、プレーオフもあるので、皆さんぜひ楽しみましょう。今日紹介するスニーカーはこちら、デン。はい、こちらになります。まあこのチャンネルでは初めての紹介になると思います。早速開けてみたいと思います。はい、出ました。今日紹介するスニーカーはこちら、ジョーダン10ダブルニッケルです。イエーイ。ということでですね、もう伝説の靴ですね。まあ一回ジョーダンが引退してから、メジャーリーグに行って復活して戻ってきて、まあこれを履いてるって形になるんですが、まあ言うね、ダブルニッケル、まあどうしてこの名前がついてるのかっていうのはもう結構有名な話で、復帰しての、第5戦、ニューヨークニックス戦で、ジョーダンが55点を取って、まあ、勝って、で、まあ、ダブルニッケルと名前がついてると。で、これと同じモデルというか、同じも、あ、そうそう、ジョーダン10で赤いのが出てて、それには、まあ、ブルズ・オーバー・ブロードウェイっていう名前がついてて、まあ、ブロードウェイっていうのはニューヨークにありまして、で、毎回ニューヨークニックスとブルズが戦うときは、まあ、ブルズが勝ってると。だから、まあ、オーバー・ブロードウェイ、毎回ブロードウェイを越してるよって意味で、そういう名前がついてると言われております。で、こいつなんですけども、かなりね、この試合に関しては、ジョーダンはかなり気合が入ってるってことをちょっと今日はね、ご紹介したいなと思います。まずですね、復帰してから、まあ試合が5、ニューヨークニックス戦5戦なんですけども、その前に4戦ありまして、まあもちろんジョーダンは復帰してからどれぐらいのレベルでできるんだっていうね、全米の注目と、まあ NBA ファンの注目が集まってまして、まず第1戦、3月19日、インディアナペイサーズ戦ですね。で、そこではね、ジョーダンはね、19点取ってるんですね。まあまずまずですね、確かにフィールドゴールはそんな良くなかったと思います。まあ復帰1回戦目なんで。で、次がセルティックス戦。セルティックスはですね、27点と、徐々に調子を上げてきたんですね。で、次がマジック戦。マジック戦も21点と。そして、アトランタ・ホークス戦。それが32点とね、徐々に上がってきてるわけなんですよ。で、次がニューヨークニックス戦なんですけど、やっぱり因縁の相手ということもありまして、ジョーダンかなり気合が入っております。さらに言うと、まあ、弱くはないんですけども、ペイサーズ、セルティックス、マジック、ホークスと来てて、まあそんなにビッグマーケットのビッグシティではないんですね。で、やっぱニューヨークとかロサンゼルスとかっていうのはやっぱ全米の注目が集まる試合ではありますので、やっぱり注目度が高かったと。で、そこでジョーダンも完全復帰してると、やっぱ思わせたかったんですね、観客と、まあ、ファンの方々に。で、ジョーダンはマジで気合入ってまして、まあ開始、早々に一番最初にシュートを入れるのがマイケル・ジョーダンって形になりますね。で、そこから気合が入りすぎちゃってですね、前半だけで35点取ってると。で、これはすごいことですよ。すごいことだと思いますね。35点って言ったら、まあ皆さんご存知の通り1試合取ってもすごい数字なんですけど、それをもう前半でやってしまうと。で、まあジョン・スタークスも全然止められなくて、その時ついてたんですけど、で、さらにすごいのが後半でですね、シカゴブルズのセンター、ルーク・ロングリー、その当時のセンターなんですけども、ルーク・ロングリーとウィル・パーデューがですね、まあ、ニューヨークニックスのセンター、まあ、有名なパトリック・ユイングだったんですけども、まあ、抑えられなくてファールアウトしちゃうんですね。ってことは、もう完全に中から点を取れる人間はシカゴブルズにいないわけですよ。その中で、まあ、ジョーダンに、ディフェンスがめちゃくちゃ集まって、まあ、結構困難な状態になるのにもかかわらず、55点取ったと。それで、まあ、マイケル・ジョーダンは完全に復活したと。思わせたかったし、思いたかったというところになってますね。で、その時に履いてたのがこちら。はい。ジョーダン10ダブルニッケです。まあ、伝説的な復帰の、スニーカーになりますね。で、ジョーダン10って結局、日本でも、まあ、あんまり人気がないんですよ。まあ、確かにそうなんですね。で、その当時も人気がなくてですね、なんせですね、ジョーダン、8の時に、
3連覇をして優勝してしまいまして、そこから、まあ、ジョーダンは NBA からいなくなってしまうので、まあ、主がいなくなった靴ではあるんですね、9と10は。で、まあ、ナイキの売り上げもかなり落ちまして、で、まあ、象徴的な選手がいなくなってしまったので、誰か作んなきゃいけないってことで、ジョーダン手をいろいろな、まあ、フューチャージョーダン、フューチャー未来の、まあ、ジョーダンみたいな選手に履かしてるわけですよ。まあ、人選はちょっとね、うーんって思うところがあるんですけども、その履かしてる中に、年、ジョーダン10っていうのがありまして、その年々の選手に履かしてるんですね。まあ、オーランドマジックカラーで言うと、誰だっけ忘れちゃいました。すいません。あ、日韓同窓かな。で、シアトルスーパーソニックスだと、ケンドル・ギル。で、ニューヨークニックスだとヒューバート・デイビス。で、心文字が全部その45番ではなくて、その選手、まあ、ヒューバート・デイビスだと44番、ケンドル・ギルだと13番。で、まあ、ニック・アンダーソンだと25番ってなってますね。はい。で、それでもやっぱ全然売れなかったんですよ。で、やっぱり、ジョーダンが復帰してきたことによって、これをジョーダンが履いて、で、さらにそこからジョーダン11、伝説な、パテントのカラーが出るんで、そこからまたね、ナイキのスニーカーの、ブームがガーって上がっていったっていう、ちょっと思いがありますね。で、ジョーダン10に関して言えばですね、ここ、まあ今縫い目がないんですけども、オリジナルはここに縫い目のパーツが入ってると入ってますね。で、まあ復帰を完全にアピールした靴となっております。で、ジョーダンは、まあ、45番をつけてたわけなんですけども、その当時。で、まあ、プレイオフで23番に変えて、まあ、このチャンネルでも言ってるんですけど、罰金を払ってると。じゃあ、なんで45番にしたかったのかっていうのがあるんですけど、まあ、もちろんお兄ちゃんが45番をつけてたっていうのは有名な話なんですけど、そもそもマイケル・ジョーダンも、実は45番をつけてた時代があるんですね。それが中学生の時。中学生の時に、背番号45番つけてました。で、高校に上がった時に、まあ同じクラブチームにお兄ちゃんがいて、お兄ちゃんが45番つけてる。そこで、45番がつけられないから23番になったと。で、それからずっと23番になるんですけども、で、なぜ復帰した時に45番をつけたかと言いますと、まあ、あれですね、シカゴブルズの天井に23番、要は永久欠番がぶら下がってるわけですよ。で、それを死んだお父さんがですね、まあ最後見た番号だから、まあ天井からその23番を下ろしたくなかったと。で、新たなる始まりにしたかったと、自分自身も。なので、45番をつけたと本人がおっしゃっております。難しいとこですね。で、まあ結局、全然シュートが入んなくて、まあ結局23番に戻してしまうんですけども、で、靴もジョーダン10が気に入らなくて、で、11に変えるんですけども、まあまあまあ、そういう意味でもなんかジョーダンに結構伝説的な靴ではあるんですけども、まあ伝説的な靴で嫌われている靴でもございますね。まあ簡単に言ったら、シュートセレクションが悪くてシュートが入んないことをジョーダンはこの靴のせいにしているので、はい、まあ実はね、完全に復帰したって言ってるんですけども、やっぱりね、ボールが手に馴染んでなくて、フィールドゴールはかなり悪かったので、まあその当時は、まあ、完全復活をアピールしたんですけど、ニューヨークニックス戦では。その後はね、あんまりちょっと調子良くなかったし、ターンオーバーも多かったので、まあ皆さんご存知の通り、またね、そこから伝説が始まり、2回目の3連覇を成し遂げるという風になっております。ということで今日はこの辺で失礼いたします。今日紹介したスニーカーは、ジョーダン10、ダブルニッケル、伝説がまた始まった、でした。